はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。ラストチャンスということで新妖怪の出現率アップ、しかもガチャスタンプ付き。ガチャスタンプで、ね、復活しましたよ。来ましたね。ということで、まあ10連回してね、得点ゲットいろいろあるんですけども、もう僕はですね、鬼雲持ってます、月の闇持ってます。なので特にね、今日は深追いする必要はありません。まあ一応ね、コマさんとか持っていないキャラもあるんですけども、そしてバイモラエール復活したね。中身確認していきましょう。まあアップといっても全体アップなので、まあ全体ちょっとずつ上がっている、まあそんな感じでしょうか。それよりもですね、今やはり気になるのはこっちだよね。重要なお知らせということで、新機能の実装および一部ガチャのね、仕様変更があると。妖怪プニの限界突破の実装、そしてガチャね、ドリームルーレットガチャが廃止、そしてワイマネーガチャの中身変更ということで、こっちの方がね、気になる人多いんじゃないかと思います。今僕はですね、手持ちコインはスペシャルコインが47枚ですね。他のコインもいくつかあったんですけども、全て回しました。そして手持ちのワイマネーは33ワイマネーということで、どうしようかな、これもう少し回そうかやめようか、これも迷ってます。必殺の秘伝書の方はですね、手持ちがちっちゃいのがね、まあ適当にあって、手持ちの必殺の秘伝書99冊ということで、ある程度ねキープしておきました。持ちきれない分はですね、まあ郵便の方にね少し入れてあります。まあでもね、どうしようかね、どっちみちですね、郵便の保管期限は30日間なので、まあそのまま放っておけばね、なくなってしまいます。だからどっかのねキャラに使うのがいいとは思うんですけども、まあどれに使おうか、これも迷うよね。まあせっかくなので、妖魔将棋ガチャ少しだけね回していきたいなと思います。神引き来るのか、ここで運を使うのか、それとも次のイベント、もう次のイベントはね、ワイガク連動イベント、これはほぼ確定と言っていいでしょう。おそらくですね、今日の夜中日付変わった時にイベント告知のね案内があるんじゃないかなと思います。いきます。さあ今回のイベントはね、意外と Y ポイント稼げるので、まあ多めにねガチャを回しても大丈夫かなと思います。さあ来てくれよ、カモン。おっと、赤ミスカイ、赤カップからのコマスリアオ。これね、キャラとしては大好きなんだけどね、なかなか使う機会がない。コマスリアオ、すりまくり、遺伝書に変わりました。しかもちょっといつもならここでやめるんだけども、ちょっと今日は特別にですね、もう1回だけ回させてください。いつもの2倍回してます。来てほしい、コマスリアオ以外頼むぜ。ここでダブルゼーター来たらビビるぜ。お願いします。おー、ゴールドスター金カップからの、うわ、俺流です。 A ランク、金カップから A ランクはやめてよ。せめて SS ランクとかね、来てほしかった。まあいいでしょう、今日はねこれぐらいにしておきますよ。せっかくなので、最後なので、他のねガチャ回していきましょうか。ドリームルーレットガチャはお知らせ来ています。3月15日をもって終了と。これね結構好きなんだけどね、まあ最近はあんまり回してなかったね。そして通常ガチャ少しだけね回してみましょうか。スペシャルコインですね、ランクの高い、これどうなんだろう。3月15日以降はね、今は S ランク以上確定ガチャなんだけど、おそらく次のガチャは S ランク以上もねガチャに入れてくると思います。まあ SS ランク、SS ランクも来るかな、わかんないけどね。でも、ま、Y マネーでそこまで回させるかな、わかんないけど、おそらく S ランク以上入れてくる。その時にこのスペコのね位置付けがどうなのかとか、そこがわかんないんだよな。そこがこれで SS ランクとかのキャラも出るようになるのであれば少し取っておきたい。あと限界突破、これも面白そうなんで、ちょっとこのスペシャルコイン取っておくのがいいのかよく分かりません。これでも3月15日以降ね、経験値玉しか出なくなったらちょっと悲しいよね。どうなんだろう、これ皆さんのね意見も聞きたい。
取っておくべきなのか、回しちゃうべきなのか。回したところででも秘伝書持ちきれないからね、もういっぱいだからさ。だからそこがどうなのかってのはあるよね。さあ必殺の秘伝書で交換しました。今日はね、まだまだ時間があるんで、プニプニの攻略やっていきたいなと思います。今回のガチャに入っているアイテムパスをね、やっていきたいと思います。スピーチ姫、そしてジェントルメン犬、どちらもですね SS ランクで非常に使えるキャラ。さあ行きましょうか。パス、特別なマップに行くぜ。パスはね、ほんと確率がね謎なんだよね。どうなんだろうね、ドロップ率。最近はね結構高いような気がします。さあ行くぜ。僕はですね、夏希4体とサポート技ゲージを多く貯める系の必殺技1体イケメン魚とかねでやってます。まあとにかくね、夏希をたくさんかければかけるほど仲間になる確率上がるんですけども、まああまりやってもね意味がないような気がします。僕の経験的には、まあ1回通りもしくは2回通りぐらいまでかければ、まあそれなりにはね仲間になってくれる確率上がるでしょう。本当はですね、マックスでね、夏希は3回ずつかけることができます。なのでまあそういう作戦もあるんだけど、とりあえずね、まあ2回通りぐらいでいいんじゃないの。まあ SS ランクのね最強夏希も入ってます。さあオリジョス、おっしゃ来たぜ。アイテム付きできました。そうなんです、パスはですねドロップするときにはアイテム付きでね落ちてくれることが結構多いです。これは嬉しいよね。スピーチ姫、後ほどね使って攻略やっていきますよ。技レベル上げていきます。さあバトルで仲間になりました。そしてジェントルメン、こちらもねやっていこうかなと思います。さあ特別なマップ、このパスはね、まずガチャからこのパスを出すだけでもねかなり確率低いんで大変だよね。それでいてこのさらに二重抽選でね、こっからドロップだからね、だからパスはね結構厳しい。実質的な確率はかなり低いんじゃないかと思います。まあでも最近はもうガチャにパス入ってこなくなったよね、新しい。そしてまあこれからガチャの仕様が変わった時にね、このパスの扱いがどうなるのか。ドリームルーレットガチャが廃止になったんで、実質だからパスの出るガチャがなくなるんだけども、どうなのかね。ガチャからはなくなって、オリジョス、アイテム買い。ガチャからはなくなって、まあイベントで配布されるのみになるのか、ちょっとね謎です。それからイベントガチャにね今回みたいにちょいちょい入れてくるのか。さあイベントのね試練やっていきます。ステージ40を一種族の妖怪のみでクリアしよう。100ポイントやっていきましょうか。さあこんなパーティーでいきます。スピーチ姫ですね、先ほどゲットしました。つなげた妖怪プニとその周辺を消す。そしてスキルがね、プニをつなげるとフィーバーゲージがたまりやすい。これ結構ねいい感じですよ。そしてワルノリにね一緒に使っていきます。一定時間なぞったあたりの妖怪プニを消す。この必殺技もねうまく使うとね非常に有効です。そしてプニが出やすくなる。そしてサファイニャ、宝石妖怪ね使っていきましょうか。大量プニ消し。エメラルニャ、こちらも大量プニ消し。ルビーニャですね、大量プニ消し。さあこんなパーティーでいきます。このスピーチ姫とねこのワルノリ、まあ同じような必殺技ではあるんだけど、まあ、ワルノリの方はね必殺技発動して他の必殺技打っても継続されるんですよ。なので、まあ、スピーチ姫とワルノリン一緒に使う時にはワルノリンを先に打っておいてスピーチ姫を打ってやると、まあ、結構ね大量プリキシっていうか継続的にねプニがたくさん消すことができます。なので、まあ、最近はあまりないんだけどもタバコ足イベントとかの時に結構使うとね面白い感じになります。さあまず最初にワルノリン打ってスリットの方でね発動しておきます。そして反対側の方でこのスピーチ姫ね繋
投げると周りの火が消えるという、全部ユニークだよね。来ましたね。さあなんとかねクリアしました。プリチッパで今回ね攻略やってきました。そして270ワイマネー。このワルノリンの動きがいいよね。さあ報酬いただきます。